人口5万3000人余りの須坂市。市内には様々な業種や職業についている人がいます。今回の番組では商業、農業、工業、それぞれの分野の人に働く魅力とは何か話を伺い、考えてみたいと思います。市内南横町にインテリアや台所用品を扱う N スタイルというお店があります。店主の浅野孝義さんは他の店にあまりない商品を常に店頭に置くことで魅力あるお店作りを進めています。やっぱり一番は生活が楽しく過ごせるっていうことが一番のキーワードですね。であとやはり満足できる商品で過ごせればやはり楽しいことですし、やっぱり満足度を求めてます。まあ、客層としては、自分と同じ30代40代ぐらい の, あの方たちが、うちを購入したり新しく生活を始めたりするときにやはり必要なものということで揃えておりますし、あとやはり商品としては一度買ったらやはり長く満足して使ってもらえるっていう商品を集めてます。自分の欲しいもの、必要としているものというところにはこだわりを持っている人も結構多いので、そういうお客様に受け入れてもらえるような商品が必要じゃないかとは思っています。季節によって需要も違いますし、やはり新しい商品もたくさん出てきます。そういう中でいつも同じところに置いてあったのではやはり私たち販売している方もつまらないですし、2回3回ご来店いただいているお客様にとってもやはりまた同じものが置いてあるっていう感覚だとお店自体の魅力もやっぱり損なわれてしまうような気がします。で、自分たちも働いている自分たちもお店の中がいつも変わっていて面白く楽しくっていうところはやはり考えてやっていればお客様の方も感じてもらえる部分はあるんじゃないかと思ってます。やはり商品の移り変わりも激しいですし、面白い商品、楽しい商品もどんどん出てきますから、絶えず自分たちで魅力的な商品を探していくっていうことが重要なとこじゃないかとは考えます。当店とですね、あとデザイナーとで組みまして、リフォームからもう、新築物件まで全部手掛けるようなことを今年から始めまして、例えばテストと予算さえ言っていただければそのお宅の外観からデザイン、照明から、あとはもう家具でお茶碗、お箸、もうすべてに至る小物類までうちでトータルで全部ご提供できるっていうところが他にはない強みだと思いますし、自分がこういう家に住みたい、こういうような部屋に住みたい、そういうことの希望から言っていただければ本当に満足のいく部屋、雑貨、小物類が提供できるかと思います。